シンクロプラスナイトの時間がやってまいりました。こんばんは、マリエです。なんと今日のゲストは、スペシャルな方々をまたお呼びしております。一体誰なんでしょうか？それではご紹介いたします。劇団コーヒー牛乳、改め劇バカのお二人でーす。こんにちは。よろしくお願いします。はい。はい、どうもありがとうございます。劇バカの、西川幸太郎です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一人来てますよ、はい、劇バカの伊藤イマジンです。よろしくお願いいたします。イマジンさん、よろしくお願いします。はい、大きな声出すときはマイクから遠ざかってくださいね。はい、申し訳ありません。本当にね。ついね、はい、久々のラジオなんでもう、ついちゃって、もう。レディオなんでね。はい。まあ、さっきちょっとマイク壊しかけてましたけど、ね。ああ、それもね、はい、入った、そうそうもう、スタジオ壊そうっていうね。そうですね。グニャーみたいな、マイクグニャーみたいな感じで、ね。もう完全にフードかぶっておかしな人になってましたからね。いやー、ほんとね、もうね、テンション上がっちゃいまして、最初から。すいません、嵐に参りました、今日は、はい。ありがとうございます。はい、そんな、劇団コーヒー牛乳改め劇バカのお二人なんですけれども、ええ、こちらの劇団、もちろんお二人だけではなくて、他にもたくさんの、とってもユニークな劇団員の方たちがいます。ぜひその方たちのご紹介も軽くお願いします。ああ、はい、わかりました。せっかくなんで。まあ、日本全国からエースが得た2万人の面白おかしい奴らが来てるっていうことですよね。まあ、そうですね。嘘はやめてください。はい。その中の主な、はい、まあ、役者5人と、まあ、6人だ。6人と、はい、まあ、スタッフを含めて、11人、2人ぐらいですかね。そうですね。今はそのぐらい。脚本家、制作、照明と合わせまして、そのぐらいのメンツで、主に活動している。はい、って感じですね。はい、劇バカの皆さんは男性だけですよね、今現在。そうですね、役者は基本的には制作に女性が一人いるだけで、他は全員男性ですね。それはなんかこう、なぜっていう理由あるんですか？そうですね、まあ、その劇団コーヒー牛乳時代には女性の劇団員もいたんですけど、まあ、なんつうんだろうな、そうですね、やっていく中でだんだんこう、まあ、辞める人もいるわけですよ。そうですね、普通に。まあ、その男の団員でも辞めたやつもいるし、まあそういうのの中で残ったのがたまたま男だけだったんですね。あ、なるほど。はい。で、すごい、なんていうか、稽古場が殺伐としてますね。男だけ。帰りたいって女の子もいないし、うん、まあ男だけでいいんじゃないかな、みたいな。いや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 、そんなことないと思うんですけど、この間ちょっと劇団員の募集、かっこ女子も OK っていうのをされてたって聞いたんですけれど、はいはいはい、もう耐えかねましたね、さすがに。男だけの稽古場に耐えかねましたね。何年ぐらい男子のみだったんでしたっけ？いや、でも、団員の男、俺が入ってもう男だけになったから5、6年です。そうだね、うん、そうかそうかそうか。なるほど。もうこの劇バカっていう劇団なんですけど、もう劇団コーヒー牛乳っていう名前で10年やってて、はい、で10年目を機に劇バカって変えて、今年去年から1年経ってるんですけど、まあ、その間の5、6年がもう男だけという、最近の5、6年が男だけという、はい、その男だけで結構濃いくやったのがこれですね、ミツバチ。あ、これは、はい、日付的には2008年ですから、ちょっと古い。一昨年ですね。そうですね。下北沢でやったやつですね。はい、下北沢の狭い劇場でね。やりましたね。男8人で100人切りとかやりましたからね。そうなんですよ。まあ、実際何人切ったんでしたっけ、西川さん。何人だ、あれは。36とか7とか、そういうのを。だから僕以外の人が6人ぐらいがぐるぐるこう何回も切られる。切られて、はけて、違うとこから出てきて、切られて、はけてっていうのをやりまして、うん、しかもそれがですね、覆面をつけた状態なわけですよ。ですよね。で、僕呼吸困難で倒れまして、はい、本番中に。暗転中にね。舞台袖にドーンってはけた瞬間にバーッと倒れまして、うん、運ばれていきまして、楽屋で。イマジンが倒れた、イマジンが倒れたみたいな話になって、そんな過酷なことをやらざるを得ない人数編成でございます。はい、なるほど。そんなに頑張ってまで頑張って本当、いや、すごかったですよ。私倒れたとこは分からないんですけれども、100人切りのところが本当すごくて、何人がかがこう変わる変わる出てきてるんですよね。変わる変わるっていうか、まあまあはけたら出てくるっていう。ぐるぐる回ってるなっていうのが、いろんなところから出てくるっていう。僕は芯つって真ん中立てやるときに、その真ん中の人だったんで割と楽だったんですけど、いやでも真ん中楽ですけど、いやあれはすごいですよ。あの縦のシーンはかっこいいですね。まあ、あの劇場であれをやること自体が何か すごいですよね。そうですね、100人ぐらい、まあ、詰めても100人ちょっとぐらいの劇場でやったんですけど、あの劇場で前にも
芝居されましたもんね、ローヤの休日でしたっけ、ローヤの休日という作品をやりまして、はい、で2回目の公演がこのミツバチという公演だったんですけど、うん、そうですね、まあ、あそこ小さい劇場なんですけど下北沢では結構有名な劇場で、そうですね、そうなんです、でそこでやるってなってうちはテンション上がってたんですけど、うん、なぜあれをやっちゃったのかっていうことですよね唯一の疑問は、なるほどね、いやそういうあそこは小さな劇場で有名なとこですけども他にも、はい、あの池袋芸術劇場などのすごく有名な場所でもされていますよね。そうなんです、この前ちょうど終わりましてです、ね、9月の末までやってたんですよね、うん、26日までやってました、ショーホールの 2ですよ、ね、2でやってました、ね、隣で野田マップさんとかもやってましたけどね、はい、有名な、すごいですね、野田マップの番外公演がね、番外公演がやってましたけど、はい、まあ、その隣でやらせていただいて、まあ、結構入りましたね、お客さん来ていただきましたね、はい、大好評の後に終わりまして、はい、後に終わりまして、で今終わったところですか、ちょうど完全に抜け殻状態の時に呼ばれてしまいまして、ね、はい、申し訳ないです、もう2週間ちょい経ちましたか、経ちましたね、エネルギーの一番低下してゆっくりしているところにゆっくりしているところなんで、もう若干ほっこりします、うちら、そうなるほど、雰囲気を感じ取ってもらえると思うんですけど、いつもはもっとなんかギラギラしてま す、ね、ギリギリしてるんですか、だからもう全て舞台に吸い尽くされた感じで吸い取られた感じで、そうですね、しかも今回も男だけだったんですよね、そうなんです、あ、そうですね、かなり濃い劇団員の他にも客演さんって言って別な劇団とか、うん、まあ、フリーの役者さんとかを呼んで、でいつもは大体そのうちらが男だけなので女性を呼んだり、女性をまあ何人かと、まあ、男性1人2人っていう感じなんですけど、その今回はもうちょっと男だけでいいんじゃねえかみたいな、なるほど、ちょっとがっつりと熱いの見せようじゃないかっていう話になって、劇団名がね、劇バカですから、そう、劇バカなことやろうぜっていうことをですね、はい、代表の本書いてる、うん、はい、今回演出家がいまして、そいつが言い出しましてですね、そいつが言い出しましてね、はい、暴走し始めましてですね、はい、じゃあうちらもやるかってことで、でやりまして、まあ本当に男らしい作品に仕上がったというか、うん、結構暴力的な描写もありまして、そうですね、あれはちょっと R12 指定とさせていただきました、はい、そうだったんですか、ちょっとお子様にはちょっとショッキングなシーンがショッキングでした、ね、あるということで、そうなんですよね、はい、出るもん出ちゃってますし、ね、はい、出るもん出ちゃってますし、叩くもん叩いちゃってますし、はい、そうですよね、そうなんです石黒くんのね、頭を金属バットでぶん殴るっていうシーンがありましたから、ね、あれ結構怖かったですね、はい、紙袋をかぶせてポカってするシーンとかですね、そうです、あれ普通にぶん殴ってますからね、本当に、あ、そうなんですか、まあ、グニョグニョのお笑い用みたいなバットですよね、全然普通に金属バットです、あれは、え、なんで金属バットだと音が鳴るっていうことでいやいや、いや本当に本当にだから俺すげえ怖かったんだもん、そうですよね、もし紙袋の中で、うん、なんですかね、こうね、クッションみたいに入れてるんですか、まあ、一応は入れてるんですけど、一応、はい、その仕掛けが中、もし中でできてなかった場合、わからないのでそのまま殴ってしまうと、そうそう、マジ頭蓋骨っていうのまあその回はもうその後出ないからね、あ、なるほど、一応死んだねことになってるんで、はい、最後の舞台挨拶にも出てこないっていう、いいかなみたいな感じだったんですけど、いや、よくないですよね、なりかねない、いや本当に怖かったですね、まあ、そうですね、そういう暴力的な描写もあったり、ね、西川さんがこう金属バットでブツっていうシーンですもんね、ブツ殴る、殺すんですね、あれは結局は、殺すとかいう言葉が出てきてしまって、高等の皆さんは今びっくりされちゃったかもしれない、すいません、演劇の中でなんで、やっぱり死ぬシーンっていうのはいっぱい演劇の中にたくさんありますからね、随分死にましたからね、この前のお芝居では、まあ、多分他の番組とは全然違うトークのペースだと思いますけど、そうです、ね、大丈夫ですか、高読の皆さん、ついてきてますか、情報量多いですよ、ペラペラ喋りますよ、いくらでも喋りますからね、そうなんですね、すいません、また声が大きくなりましたね、すいません、西川さん一応30センチ以上離れてくれてはいるんですけどね、はい、私10センチぐらいのところにいるんですが、はい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 、どうもありがとうございます、まあ、こうやってこう、まあ、人間ね、一度もまだ死んだこと皆さん一応ないんですけれども、はい、こう死ぬシーンっていうものを役者は演じなきゃいけないんですよ、はい、でやっぱりこう死ぬシーンっていうのでこうぐっと一番来たのが私の中でこの劇団コーヒー牛乳時代のなんですけど0号っていうものがありまして、はい、これが私もいつ見ても号泣しちゃうんですけど、ちょっと疲れた時にたまにこれを見て泣こうみたいなのが自分の中でありました。オートークの皆さん、今のつなぎ聞きました、マリエさんのこの死ぬっていうねこのキーワードからの違う作品を紹介するっていうこの流れ聞きました、このね、パーソナリティぶりをね、もう知ってるんじゃないの、なんで俺らわざわざそれを紹介してるの、いや、なんかすごい感心しちゃって、もう違う作品も紹介しちゃった、そうなんですよ、これゼロ号、うちの代表作といっても、まあ全部代表作なんですけど、言っても過言ではない、これもう2回公演やってますからね、そうですね、1と2がありまして、この DVD の方には第1回目の方の作品が言ってまして、2回目のまたさらにちょっと中身をより良くしたものの方が、まあ、リニューアルして、そうですね、2007年と2009年に池袋の方でやった作品ですね、うんうん、そうです、はい、これで、まあ、イマジンさんはオカマ役と
あ、二個、二つぐらい出てるんですけど。まあ、おかまですね。おかまです。あの時の唇の色はすごい良かったんです、ね。ありがとうございます。すごい気に入って。おかまの盾師の映画、このゼロ号っていうのは、まあ、さっきやったミツバチはちょっとファンタジーというか、色の強いものだったんですけど、うん、このゼロ号っていうのは、戦前の映画会社、映画制作会社の、話なんですけど、まあ、それで、その一つ映画を作るっていう時に、まあ、戦争に、こう、はい、まあ、招集されていく若者たちの、まあ、そのドラマというか。そうなんですよ。割とちょっと、なんていうか、お、これ、ちょっとなんていうか、え、真面目みたいな、そういう、まあ、劇団コーヒー牛乳名義の、まあ、作品なんで、割と、その、こんなにしっかりした、こんなにしっかりした、うん、作品はすごく珍しいと、お客さんにも好評で。エンターテインメント色というよりは、ちょっとドラマ色が強い作品だったんですよね、この作品は。そうですね。ミュージカルっぽいシーンも含めつつ、こう歌っと、西川さんがね、少し歌われたり、中心で。はい。はい、あれは、びっくりしましたね。ソロがね。ソロシーンがありましたね。あ、なんかこう、ね、あ、大丈夫かなってこう、ドキドキするシーンがあるんですけど。いやこれはね。これは本当にいいですよ。もう、何が私一番いつも見てて面白いのかっていうと、西川さんが、まあ、亡くなるシーンがあるんですよ。はい、戦争でね、怪我を負って、日本に帰って俳優続けたいのに、でも夢叶わずして、死んでしまうシーンがあって、はい、そのシーンで、まあ、確かに私も泣くんですが、観客のお客様の中で号泣してらっしゃる方がいて、DVD にしっかり。たまたまね、撮影された日にですね、もう、お熱を上げちゃった人がいて、なんか、もう、うんとかなってじゃないですか。うん、もう、あれに私ちょっとなんか、もう、いや、笑っちゃうかな。笑っちゃったんですか、逆に。いや、あれはすごかったですね。最前列に、いたお客さんなんですけど、うん、もう本当におえつでしたね。なんか苦しいぐらい泣いてらっしゃって。そう、知るときになんでって言いましたからね。そうなんです。そのお客さん。なんでなんで死んじゃうのって言ってましたからね。舞台上の俺より聞こえちゃった。さすがに、ちょっとね、答えてあげたいけど、俺死ぬみたいな。うん、いやなんか、あそこまでなんか受け取ってもらえると、さすがに嬉しいですね。さすがに嬉しいけど、舞台上の時はちょっと一瞬、なんでって、死ぬ役なんだよ、なんて思いません。いやもう全然集中しますから、僕は。あ、そうなんですか。全然、もうすごい、もう完全に無になってますからね。いや、本当に石川くんの死に様はもう 100% ですよね。100% で死んでる、本当に上手なんですよ。そう、まあ、そうですね。そんな、お涙頂戴ものもできちゃう。はい、そうなんです。劇団ですよ、うちは。そうなんです。しかもダンスシーンも、イマジンさんが振り付けをされてるので、もうすごい、まあ、他の劇団にはない強い勢力となっておりまして、で、その、イマジンさんがですね、梅坊っていうダンスチームをされてるんですけれども、そう、劇バカっていう役者活動とは別にですね、梅坊って、梅の坊って書くんですけど、ダンスチームをやっておりまして、で、まあまあ、その、普通のダンスというよりは演劇的なことも絡めたダンスをやってて、まあ、ショーとかいただいたりとかしてるんですけども、まあ、よければ YouTube とかにも映像ありますんで、よければそっちも見ていただいて、はい、ですね。梅坊で検索すればいいんですか？そうです。梅坊でクリックでお願いします。クリックですか？はい。梅坊さん、なんかショーというか、大会とかに出られてましたよね、世界最大のダンスコンテスト、ジャパンダンスディライトというのでですね、特別賞をいただきまして、いやそれはありがたい。もう身に余る光栄でしたね、ちょっと。大阪まで見に行きましたからね、僕ね。そうですね。8000人の会場を沸かしました。さすがですね。いや本当もしかしたら聞いてる人の中にもダンスやってる方がいらっしゃったらちょっともうダンスといえば江東区ですからねやっぱりね。そうなんですか。そうなんですか。そうなんですか。全然なんかわからない感じですけど。やっぱり江東区はねまあ激バカですかねじゃあ。やっぱそうですね。激バカで沸かしていきたいですよね。そうですね。ダンス熱はもう高いんでここから激バカ熱を上げていきたい。演劇熱をね思ってます。はい。その激バカさんの今後の日程何かこう出演されるものとかありますか？そうですね。12月に大阪の方のちょっと演劇のイベントに劇団員だけで出させてもらって、うんまあ、その後に僕ら2人の客演を2月に挟みまして3月に王子小劇場というところで、はい、そのさっき話も出てきました「牢屋の休日」という作品を、うん上演させてもらってそれをまあ持って名古屋と大阪にツアーに行きます、うん、でそれが来年の一番初めで3月ですね そうですねその後7月に吉祥寺シアターというちょっと大きめの劇場で、いい劇場で新作を予定、はい、ということですね。3月7月に劇バカの新公演があるというふうに覚えてていただければ。はい、なるほど。そうです。ね、まあその牢屋の休日はそのままこの間やったものをもう一回こうリニューアルするような役者も変えて、また役者も他成長したりとかキャラクター変わってきたりとかしてるんで、実力も、それを考えた上でちょっと変えるかもしれませんね。なるほど。牢屋の休日はね、はい、本当これも面白かったんですよ、ね。すごく身近に感じる作品なんですけれども、どういうものかっていうのはまあそれはホームページの方で劇団コーヒー牛乳または
劇バカで検索してもらうと出ると思いますので、はい、ぜひそちらの方をご覧になって、ぜひこの面白いお二人の方チェックしてみてください。ありがとうございます。はい。それでは最後にもう一回自己紹介お願いいたします。劇バカの西川幸太郎でした。劇バカの伊藤イマジンでした。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。